本社正面東京本社、喫性薬品工業株式会社は、長野県松本市吉野に本社を置く医薬品メーカーで、ある、東京証券取引所、第一部に上場している。1946年8月9日、株式会社立花生化学研究所として創業。重点領域を、悲尿器、人、透析領域及び、アンメットメディカルニーズとし、 医療機関向け薬品を主とする製薬メーカーである。キャッチフレーズは明日の健康を見つめる喫性薬品でテレビ CM などに使用されている。なお近年ではヘルスケア事業部を中心にタンパク質を調整した炊飯用無洗米喫性夢シリーズを発売し、介護、高齢者を対象とした治療用特殊食品事業にも参入している。 喫製薬品における宣伝活動は企業広告が中心で特にテレビ CM に関してはテレビ朝日系列などで番組提供をしておりそれらの番組で CM を見ることができる企業 CM 喫製薬品の企業スポット CM の統一テーマは健康であるが主に自然をテーマにした CM が多く制作されている CM の最後には 明日の健康を見つめる犠牲薬品のロゴグラフィックが表示され、女性の歌声で犠牲薬品のサウンドロゴと共に占める。放映される CM は複数のバージョンが制作されており、各30秒でバージョンごとに一部映像が異なる。なお、2007年制作の清流編以降はハイビジョン制作となっている。CM は現在放映中のものに限り、 ホームページでも見ることができる。主な提供番組かこの提供番組など、既成スペシャル既成スペシャルは、長野朝日放送が数年おきに制作、放送しているドキュメンタリー特別番組。1994年から制作、長野県の自然や文化をテーマに制作。テレビ朝日系列全国ネット、もしくは、長野県ローカルで放送されている。 2011年の放送で6回目となる。第4回よりハイビジョンによる制作となっている。喫性スペシャルに関するカテゴリー、地名の特記事項がないものは、長野県松本市に本社を置く。ありがとうございます。